喋ることありまくりだな。まあ、ツイッター見てればいいんだよ。ネタはツイッターの塊だから。いやーすごいね。だからこれが本当か知らんけど、日経でね、まあ直接見てないけど、まあこれ見出しですよ。多分これニュースの見出しだから、まあ誇張して言ってるだろうけど、あーこの記事は会員限定です。クソか。東京五輪メダル銀まだ足りない、小中学校でも回収。まあこれが文字通りだった時は恐ろしくないですか。あ、秋から小中学校で使用済み携帯電話やパソコンなどの回収ボックスを設置するように協力ね。うん、まあこれならねギリギリでも、なんか集めろ集めろってね。そんな稼ぎたいの、そんな稼ぎたいの。やっぱ頭固いからそれしか稼ぐ方法ないと思ってるんだろうね。あ、俺も分かりませんけど稼ぐ方法なんて。でもね、今なんか前線を走ってる人、流行の流行っていうか、そういう人たちは稼ぐ方法をいっぱいしてるんでね。やっぱお偉いさんはね、頭が硬いです。まあどれくらい硬いかっていうとね、もう硬いものみたいに硬い、うん、まあ鰹節ですね。鰹節の元くらい硬い、うん、まあ鰹だ、まあ凍ったマグロ、まあ俺みたい、俺の意志みたいに硬いなんでそれ、むちゃくちゃ柔らけえじゃねえか。豆腐もびっくりだよ。これを言うためだけに生きてきた人みたいな反応速度でしたね。ここまでがテンプレです。いやここまで言いたかった、ぶっちゃけ。お腹すいた。まあね、ひどいな、ボランティア人すごいね。でもなんかあのおじさんがさ、2歳の男の子やったじゃん。2歳の男の子すごい、今日はシュパシュパ眠るとき俺真面目に喋っちゃうからね。まあいけ。2歳の男の子がさ、なんかどっか行っちゃってさ、それを助けたおじさんすげえと思うんだけどさ、それにつけ込んだ企業がボランティアはさらに無料になっちゃうってのは困るよね。うん、ボランティアってお金払うべきだって、労働だしね、やっぱりあれも、うん、それでよりなんかボランティアだが、もうもしかしてすごい取り上げてるのはもう東京オリンピックの布石かもな。ボランティアは無料なんだよ、いや海外は確かに有料だけど日本は無料だよみたいな、うん、そういうのかなんじゃないのかな。うん、ボランティアね、普通は海外で有料だからって、ね、まあ、無料でやってもね、見返りがないっていうか、見返り目的にやるんじゃないけど、ね、そんなお金ない中やったってね、よくわかんないやつが遊びに来る感覚でやってくるかもしれないですね。すごいもんね。本当にこれがホームページの文章かもわかんない。まあ俺がうろ覚えなのもあって、もう、曖昧くらいのね、曖昧さですが、すごいですよね。なんか、日本人の自己犠牲の精神でみたいなこと、なんか、ボランティアに対する思いを、なんか、運営が貫いてるの書いてね。まあ、これがちょっと昔の時代だったら通用したかもしれないけど、今ネットですよ。ネットは強いし、あと、どんどん言ってるか、親帰ってきたかな。そうなるとね、まあ、ネットの時代ですから、見破られちゃいますよね。うん。頭がいい人が拡散してね、頭悪い人もね、頭悪いっていうかね、ぼーっとしてる人も、おお、危ねえじゃねえかって気づける時代なんで、その知識の共有ができるっていうか、知恵の供給っていうかね、うん、やっぱ俺もね、すごいね、脳が停止してる人多いんでね、うん。大体が脳が停止してるんで、もう停止してる。何に動かしてんだよっていうね。まあ、無ですよね。そういう人多いんで、いや、ディスってるわけですけど、俺含めね、俺だって何も考えてないもん。俺はなんか、寝た前後、まあ、前後じゃないね。寝る前の記憶結構なくなるんですよ。お酒飲んでるわけでもないのにね。もう寝るのに没頭してるから。だから寝るのが天職だな。まあ、ということでね。親が帰ってくるのを怯えながら動画を撮るっていうのはね、あまりよろしいもんじゃないと、いうことでした。バイバイ。ヘアチューン！